はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい。トラグラの実況をしていきたいと思います。というわけで、ね、とりあえずお知らせで、第2回のコンテストの開催決定が来てますね。で、来週よりって書いてますね。第2回コンテストを開催させていただいてますので、お知らせいたしますと。次回コンテストは水着コスチューム限定のコンテストとなります。ああ、そうなんや。あら、図らずしも、そういう感じね。まあ、前回の反省じゃねえな。まあ、傾向というか、それを、まあ、ね、見越してて、あ、やっぱ競泳水着ってあるよね。あれ絶対競泳水着だと思ったもん。そういうことやね。ははぁ。で、水着コスチューム以外のカードはエントリー不可。これある意味、えぐいかもしれへんけどね。せめてさ、水着ガチャとかを用意しないと、まずいんじゃない？ああ、そういうことか。ありますね。水着イベント復刻って書いてあるの、ね、よかった。さすがにだよね。投票画面のカード表示ロジックを一部回収し、表示されるグラビアカードのランダム性を高めます。ランダム性ね。確かに同じやつが結構ね、何回か表示されるっていうのがあったからね。で、1回の投票でもらえるコンテストポイントを10ポイントから25ポイントに、増量と。前はね、1日50ポイントだったけど、それは結構嬉しいですね。なるほど。で、また水着コンテストと同時に掛け持ちと、水着イベント復刻と、7月開催時と、同内容となります。水着コスチュームを入手するチャンスです。私多分この頃あんまやれてなかったから、これは嬉しい。あ、でも、そうでもないか。一応、シロスクとか持ってるもんな。ちょっとやってたね。水着ガチャ、緑コスチュームが実装されてるガチャと。で、コンテスト応援ログインボーナス、期間中のログインミスに応じて、プレミアムフィルムを配布と。で、会社の際にまた改めてお知らせいたしますと。で、今後とも本アプリが皆様に快適に楽しんでいただけますよう尽力いたしますので、トラブルダークネスとグラビアチャンスをどうぞよろしくお願いしますと。はい、パンダ。つうわけで、今回はまあ、そのお知らせもそうなんですけど、ですね、前回やらかしたというか、失敗した。イベント、やってるみたいね。春菜とエンジョイテニス、上級にリベンジします。誰を選ぶの？いないかな。いませんね。ハイド&キャットとか。なんか、ハイドなんたらって言ってさ、ハイド&シークって言葉を思い出すんだけど、どういう意味だったっけ？ハイド&シーク。それは置いとこう。置いとこうっていうのもあれだけど。なんか、回復系のスキルを持ってる人がいいような気がしなくもないんですが、そんなの関係ねえってことで、一番攻撃力が高い人のそれでいこう。っていうことでよろしいかな。はい、じゃあ、ナナチーさん、お願いします。どなたとご一緒しましょうか。準備はいい？いきます。あと、コメントのアドバイスでいただいてね。パーッとやろうぜ。なるべく、同じ色のドロップを5個消すと。これ消し方が、そう、私正直把握してなくて、5個だったら何でもっていうか、全体攻撃になるのかな。なんか十字とかさ、なんか、小文字じゃなくて、なんていうの？小文字って変だな。まあ、十字とか、ほんとなんかこの系のパズルがね、ほんと得意じゃなくて、まあ、試してみればわかることか。ここ今、これで青が5個消えるから、青これで全体攻撃になればどういうことか。あ、今くの字だったね。すいません。くの字っていうか、ああ全体攻撃になったねっていうことですよね。なるべくなるべく同色を5個消すような工夫をするだけでも今までよりは戦えるようになるんだ。4個しかしない。3体でもね、そこはしっかりって言いたいかな。まあそもそもね、でもね、なんていうかパズル力がないんですよ、私。あ、これだと4個じゃない？結構5個って、やっぱりそうだね。縦とか、縦だときついね。横だといいけど、って話か。横っていうか、やっぱり斜めというか、くの字っていうか、あとはもしくはやっぱ十字というか、っていう感じで消すのが理想的っぽいですね。どうやら。難
し。どう？そら。うまくの字にできたな。やっ。あ、やっぱ火力が男子ですもんね。そう、そういうとこだよね。分かってはいるんですよって言えないですね。正直分かってない。これで、これで赤、青が、あれだよね。青が、全体攻撃になる。許しません。おお。なるほど。やりすぎちゃった？負けそうなんだけど、あ、ってか負けてない？ハッ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 ほんとね、自分でもへこむぐらいなんですが、ほんとね、センスがないんですよ。あれ、今俺、ナナジーさん捨ててかなかったっけ？あ、そっか、負けたから？誰と一緒に行く？では、行きます。そっか。あ、そうだね、クリアしないとポイントもらえないから、そういうことか。じゃあ、行きましょう。あんまりね、行っちゃうと、なんていうの、それにかまけちゃいけないんですよね。でもこれどう？あ、これ、あ、これ、これで、てかよくないと紫意味ないじゃん。紫に誰もいないじゃんっていうね。まあ、そもそもなんですけど、火力が足りないんですよね。うん、知ってる。だから多分私の強化が甘いのかもしれない。だから特に私みたいにパズルが下手な人間は、もう強化に頼るしかないんじゃないかと思われます。強化と自身の強化とフレンズの強さ終わった ちょっと待ってあれなんか前より下手になってるよ完全に。これで本気になって挑めますね。てかあれやあれですわどこに行きたい。あれですね誰を選ぶの。なんていうかその、なんていうの誰を連れてよーし5個以上消すっていうところに意識持ってかれすぎててそもそも何をとかっていうの考えてない。私がしっかりしないと。重要なのがっていうかまあこれ今回4色なんだよね。青黄緑赤ね。うん紫一番いらねえっていう。うん紫一生懸命やったらダメーみたいな。いやでもまあだから赤がやっぱフレンドが強いんで赤を、これむずい。あ、無理。これ私には無理。これなんか斜めもできるらしいんですけどね。斜め移動っていうか。私ね、できないんですよ。できないっていうか、なんだろう。下手なんだよね。単純に。多分。紫いらないでしょ。でも、とはいえ消したくもいいよね。これじゃダメだよ。火力が足りない。あと、やっぱり、とりあえずコンボ数を稼ぐのは大事だと思うんだよね。ちなみに私別にパズルゲームはそんな言うほどなんていうか絶望的にセンスがないわけじゃないんですよ。別にぷよぷよとかは できますしね。ぷよぷよとか他のゲームの名前出しちゃいますけどこれちょっとマジ気付いた方がいい。何も言えないっす。許しません。でもまあ実際のところ他のゲームとかはできない。テトリスとかねできるんですよ。できるんですよ、私。ただこれも、この類のシステム、一応ね、どこに何をしたら、それが次どこに行くとかっていうのは、割と分かってはいるつもりですが、所詮、つもりなんだよ。つもりレベルなんですね。正直ね。だから、連鎖をこう、自分で一生懸命組み立てるとかいう作業も、正直、特にその制限時間内にやれるかというとやれないというのが今の現状でございます。なので本当にねマジでセンスないんだよね。まあ、私と今ピッチャーとか本当パズドラっていうゲームがありますけどできませんからね。これはどう。だから本当こういうなんかもう落ちの運に託すしかないというのが現状。悲しいけれどこれが現実。受け入れていかなければならないのか。
あ、どう？よっ。なんか絶対中途半端になっちゃうですね。でも正直もう今意識してないっす。5個以上とかっていうの。これで5個になるんだよね。5個っていうか赤が。いいんじゃない？これで倒してくれる。バッて倒せなかった。あれこれやばい。このままじゃ。マジでセンスがない。びっくりするほどセンスがない。これで本気になって挑めますね。すいません。なんかアドバイスを無にしちゃったりというか、むしろなんか逆にアドバイスのせいみたいな流れみたいになっちゃってる。そんなことないですよ。ちょっと待って、もう一回だけ本当に助けを求めた方がいいだろう。3度目の正直みたいな言葉あるけど、ね、もう4度目ですけど、ちょっとこんなことあります？やろうぜ。こんなことあるんだよね。ギョルがリアルなんだよ。受け入れよ、受け入れよ、うん。いやもうとりあえず、ね、ごめんなさい、やっぱ今しかも3体程度に全体攻撃とかって意識を一回やめよう。相手が5体とかいるときに全体攻撃だね。やっぱ敵の数が多いときにはそういう方がいいですよっていうアドバイスだったんでね。そこはやっぱりもっとアドバイスを生かしていかないと。そこ。今めっちゃ今ね全体攻撃あいこうね、もう私ね一回意識するとねそのことばっかりやっちゃうからね。そういう。これはどう？人間だものみたいな。許しません。あんま関係ないんだけど、あれなんか敵弱くなってない？なんか気のせい？半減するやついなくなってない？なんかコンテにしまくったから、なんか割とぬるくしてくれた？もしかしてこれ。まだまだ。そういうことある？あるかな？それとも私が上級選び損なった？やりすぎましたか？かな？わかんない。たまたまかなだと思います。いざ。最低4連5連はしたいよね。でも硬いな。やっぱこれは上級。え、強い。何今の一撃。ちょっとやめてくださいよ。あ、ちょっと手指離しちゃった。もうまた負けちゃう。これまた負けちゃう。半減野郎がいないのに負けたらやばいよね。さすがに俺もそれはやばいと思います。これはどうだ。なんか重いぞ。大丈夫か。このゲーム結構ね落ちるんですよ。それが怖い。すげえ頑張ってる時に、あ、でもただパズルはだいぶ引き継がれた状態から始まるんで、あーもうこれダメ。これどう。なんか斜め移動みたいなの覚えた方が良さそうですね。これ斜めに移動できてるのかよくわかんないね。なんとも言い難いですね。これ倒したでしょ。そこ。よっしゃー、先に進めた。やりすぎちゃった。志がやばいって。あ、痛す。あ、でもここはもうフィーバータイムは止めないです。私に任せろ。任せた。100コンボ目指せ。100コンボは100コンボやぶ目指せ。100コンボ、絶対違うんだろうな。ちょっとむしろコンボが繋がれば、やべ、コンボが繋がれば回復するんですよ、ゲージが、本来は。だから本来こんなやり方じゃダメなんですよ。本来はね。本来はダメなんですけど、私にはこれが、ガーン、限界。やばい。終わっちゃったーでまた押せるよね。やりすぎちゃった。なんとかなった。行きましょう。半減くんがまたいる。全4体いるからね、なるべく全体攻撃したいですよね。一番火力高いのはやっぱり赤だと思うんだ。フレンドさんがどう考えても私なんかより絶対強いはずなんで、間違いないね。やばいよ、これ。やばいよ。だから、こう嘘でも、それだけはやる。全体攻撃でかい心がける。ほら。
いやでも本当ありがてえっす。うわあ、痛えよ。次は青かな。待ってね。こうか。それまだまだ。どうです？お、お、なんかしかもコンパスの稼いだ。全体攻撃で炸裂。お、いいじゃないですか。行かせている。アドバイスを行かせている。ここはポイントを下げる。ちゃんとやって。さあ、始めるよ。こいつさえ倒しちゃえば、あとは。で、どうだ？で、あとは、まあなんか適当に。適当にっていうのもないやな。あ、ちょっと下手くそ。あの、こうなったことややこしくてダメになっちゃうんだよな。だからやっぱりね、正直言うとやっぱり理解できてない。うん、パズルシステムを理解できていない。それは間違いない。間違いないっていう感じですね。これでこうするのは分かる、うん、分かってるってことは分かってない。まだまだ、うん、ちょっと回復したいな。おりゃ、これからゲージ貯めきれなかった。もしかしてなんとかやっとやろうぜ。逆に言うとここでこれ使ってたらいいのか。多分ワンパン倒せると思うんだよね。パーから 2000% でしょ。あ、倒せなかったのか。こないだやればよかったのか。特に確かに赤いからな。赤に赤はあんま効かないってことか。なるほどね。出し惜しみしないで使えばよかったんだ、こないだ。失敗したんですね、私が。なるほどね。これは勉強になりました。まだまだいざ。そして、ちゃんとやってれば、もしかしたら、昨日の俺、1回で上級クリアできてたんじゃないか疑惑あるんだ。どうだ。でもさ、これなんか、すごいぬるくなってません？なんか敵の攻撃ターン数とか、あとあの半減野郎があんまり出てこなかったりとかさ。なんか絶対ぬるくなってる気がする。私があまりにもコンテンツするもんだから、きっとぬるくしてくれているような気がすごくしますね。そういう救済措置もあるっぽい。それで青が全体攻撃になるよね。それ、これ確かに意識するのだいぶ違うね。あ、赤も全体攻撃になったね、これ。いや、いいじゃないですか。やりすぎ、私がしっかりしないと。ここでフィーバーを使うともったいないから、これでもできればボス戦まで取っときたいんだけど、いや、そんなこと言ってられないな。これ全体攻撃確定なんですよ。潰します。とりあえずまずクリアするのが大事。で、紫をやる必要がないのか。赤がでも変わんないな。いっか、なんか気持ち紫も全体攻撃みたいな。やっ、上出来ですね。あ、でもこれきついか。全員攻撃してくるのか。これはまずったか。あ、でも全員仕留めて反撃アタックか。最初だったら助かる。オッケー、耐えた。この後大事。この後超大事、マジ大事。なんだっけ、1体か。でも1体でも減らすのは大事だよね。ここでフィーバーを使うわけにはいかない。使ったら多分ボス戦が来るわけないから。これ考えて。これ超考えて。あ、でも赤いける。赤を全体攻撃にすればいい。と思う。わけで。まず黄色を確保して、あ、待って、指が詰まりそう。で、OK。これで赤が全体攻撃になった。で、緑も消える。どうよ、どうよ、どうよ。やったぜ。どうだ、私がしっかりしないと。早くやろう。さーて、死にはしないよね。え、ちょっと、あー、びっくりした。ダメだ、その先制攻撃。てか面倒。あー、でも一応消せるな。ドッキリはしますけど。私に任せろ。これはどう。まあ、いつも通りやらせてもらいますよ。それ残り結構しちゃう。あとは集中するだけだ。集中、集中と運に託す。とにかく最速、とにかく最速で、最速で消していくだけ。下からなるべく、そうすれば上から勝手にコンボしてくれる。っていう、この私の最強パズル理論。勝てるぞ。
上級いけるぞ。そもそも上級で苦戦しちゃダメな気がする。超級が上にあるよね、確かね。あるよね。こんなところで苦戦しちゃいけない気がするんだけど。しょうがない。あ、まずい。まずいぞ。集中だ、集中。集中しろ。集中。集中大事。あ、まずい、まずいぞ。まだ終われん。まだ終わらんよ。あ、ちょ、うん、あ、うん、お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 う、おう、稼いでいく。あ、ちょ、おう、耐えている。あ、終わったー。けど倒せるよね。オッケー。ブラボー。いい加減にしてください。ブラボー。いい加減にしてくれってね。ごめんね、本当に。4回目だもんね。すいません。申し訳ねえ。すいませんでした。クリアしたんだよ。向上心が大切ね。そうやね。やったよ。さあ、いいのはもらえているかな？うん、おお、ヤミちゃんの来た、エスレアテニスウェア、イエーイ、すごい。頼りにしてるよ。ありがとう。これからもよろしくね。いいえ、いいえ、こちらこそ。よし。うん。どこ行く？あれ？ああ、このエピローグの後に昇級だったっけかな。というわけで、なんとか上級クリアしました。お疲れ様でした。高かったよ。バイバイです。